やあみんな、ジョーンズおじさんだ。本日はですね、久々のフィギュアレビュー会行かせてください。こちらですね、台東の、デスクトップキュートですね、2のですね、キャットルームウェアバージョンということで、こっちが正面かな。はい、5等分の花嫁のキャラなんですけど、多分ね、俺が、あらゆる二次元の中で一番好きなのこのニノなんですよ。ニノ大好きなんで、はい、このフィギュアですね、プライズのフィギュアなんですけど、今回入手しました。でも本当このね、まだ写真の状態ですけど、くっそ可愛くないですか。もうファッキンキュートってやつですわ。はい、でね、このやっぱ絵も可愛いっすよね。俺このニノのこのなんていうか、このマニキュア塗ってるのすごくいいなと思うんすよ。俺もなんていうか、ニノみたいなちょっと紫入ったマニキュア塗りたいなと思うんですけど、皆様どう思いますでしょうか。はい、では開けていきましょう。ここにデスクトップキューブとかありますね。はい、こっちが正面ですね。ドゥーンドゥドゥーン、超かわいい。これはわ、すごい、尻尾まである。早速開けていくぜ。というわけで今日ちょっとですね、照明を変えてみました。この辺がちょっと目立ってしまって申し訳ないですけど、これは最近ですね、俺がプラモを作りまくっている代償ですね。はい、じゃあちょっと見てみましょう。これすごいですね。皆様どこから見たいですか。まずじゃあちょっとね、先っちょ足とかから見てみましょう。これちょっとですね、なんだろうな、マニキュア塗ってる感があるんですよ。紫まではちょっと入ってないんですけど、なんだろうな、僕みたいにちょっとコーティングしてるだけみたいなのが分かる感じですね。手もちょっとなんていうか、指先がピンクがちょっと入ってますね。はい、悪いな。ちょっと後ろ、背中から見ていきましょう。いや、よく分かってますわ、造形した人。こういうところ、やっぱり僕の好きな言葉に、細部に神は宿るっていう言葉があるんですけど、まさにそうですね。こういうちょっとお尻のところがあったりで、ちょっとこの辺もなんていうか、なんだろうな、このズボンがちょっとず脱ぎかけてるっていうか、はい、この肌がね、ちょっといい感じに露出してる感じがいいですね。で、尻尾ですね。はい、これはなんていうか、満月の夜に大猿に進化しそうなデザインですね。よし、じゃあちょっとお顔からもう行きましょうか。かわいい。これちょっとアングルによってはこう、なんかすごい、なんか正直言うと求められてるような感じなんですよ。これわかります。だからもう顔からしてたまんないっすよね。はい、で、猫ちゃんバージョンということで、この猫耳が入ってますね。俺いつもこれを見るとちょっとすごく余計なことを思ってしまうんですけど、ちょっと虫の卵みたいだなって思う時がたまにあるんですけど、はい、余計なことでした、すいません。はい、で、ニノのアイデンティティであるこの蝶を模した髪飾りですね。これ触覚があるんですよ。で、こっちがちょっとなんだろうな、触覚がずれてるんですけど、まあ大丈夫です。多分手で直せるレベルだと思います。はい、で、そうですね、髪なんですが、少しやっぱりクリアが入ってるんですよ。で、グラデーションというか、この先をですね、ちょっと先がちょっとだけ薄くて、で、上に行くにつれてやっぱり濃くなっていくっていう、このグラデーションですね。この一昔前のフィギュアだったら、もうなんだろうな、すごい高い値段のフィギュアだったんで、今この技術がこのプライズとかになって、すんごくいい時代になりましたよね。はい、でも顔、これすごいですよね。これがプライズなんで、原価が800円ぐらいになるんですよね。はあ、かわいい。
じゃあちょっとニノの、まあ、アイデンティティと言っては申し訳ありませんけど、はい、あのバスト88の胸見ていきましょう。こうニノって書かれてるのが可愛いですよね。で猫のマークがついていて、はい、でこのねインナーがこう紫なんで、こう、ね、紐のところちょっとエッチくて、やっぱりこのアングルですよ。これこう胸がこう見えているっていうのがたまらないですね。はい、よし。あとは腕とかはそのままですね。ちょっとだけこの辺にパーティングラインがあるのが、まあこれがね、まあ、安いフィギュアはしょうがないんですけど、ちょっとパーティングラインがあるんで、腕がある人はヤスリとかで削った方がより良いかもしれないですね。でよし、こんな感じ。ちょっとあーなるほど、あーやっぱりこういう僕隙間から見るのちょっとね、こうね、ここね、ここ隙間から見るとどうなってるのかなと思うんですけど、まあいい感じですね。はい、でこうね、こう足の部分、ここはやっぱ普段ぺったんとしてるんでちょっとへこんでますけど、いいですね。うん、でメイドインチャイナって書かれてますね。台東コープと書かれております。 NK02 と書いてあるんで、まあいいやはい、よし、はい、ではちょっと回転台で一周行きましょうか。では一周、今日はじゃあ1の方で行きましょう。ゆっくり回しますね。ほんとゆっくりですね。はい、ちょっとですね、動画が空いてしまったんですが、はい、ありがたいことにですね、今今年は一応再就職させていただきまして、はい、このなんていうか2年ぶりに年末の忙しさというものを味わっております。はい、まあなんとか自分に合う仕事をにつけたので、まあ前の仕事に比べればストレスなくやれてるんで、はい、なんとかその効果でですね、最近はガンプラとかもいっぱい変えてはいるんですけど、はいそんなわけで今日は忙しくて久しぶりに動画になりましたが、まあ、このニノが本当素晴らしくてですね、正直これを会社のデスクに飾れたらもっと頑張れるんですけど、そうですね、やっぱりなんだろうな、こう、まあ、女性もいる職場なのであんまりこうね、やっぱりこういうその自分の見せ方っていうのは控えた方がいいなっていうのを結構ひしひしと感じるんですよ。はい、なんでもこれは家に帰ってきてからね、いつもゆっくり楽しみたいと思います。なんでこの辺にいつも置きたいなって思いますね。とにかく掃除ですっごくですね、満足した一品です。はい、というわけで今回の、デスクトップキュート中野ニノのレビュー以上となりまして、ちょっとお見せするの忘れたんですけど、結構多分足の裏とか好きな人いますよね。ちょっと足の裏もしっかり見せておきたいと思います。これ多分足の裏フェチの人はすんごくなんだろう造形に素晴らしいものを感じるのではないでしょうか。はい、足の裏もしっかりとね造形されていて素晴らしいですね。はい、これからまあ僕のなんていうかこのね、レビュー兼ガンプラ作りのデスクのここの守り神でちょっとねこの辺に、これすごいことになってるんですよ実はあまり見せたことないですけどはい、この辺にこういつもこう鎮座してですね眺めたいと思っておりますので、はい、では今後ともレビュー頑張っていきますので、チャンネル登録高評価コメントよろしくお願いします。ジョーンズおじさんでした。ご視聴ありがとうございました。はい、ではニノファンの方ですね、ぜひ手に入れてみてください。では。